ありがとうございます。本日 BMW アルピナの、新世代の B5 と B7 の試乗会に、お二人のゲストを迎えております。まずは、勝手左手、石橋さん、よろしくお願いします。で右手が丸山さん、よろしくお願いします。お二人ともあの BMW クラブジャパンという世界 BMW 評議会に、所属する、公式クラブのメンバーの方でございます。普段お乗りの BMW との違いなどをいろいろと後ほど参考意見伺えればと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。621馬力でしたかね。あの静かで速いですね。ああ。M は結構うるさくて速い。そうね。そういう意味では結構しなやかな動きも見せてましたね。うん、静かで、まあ、逆にちょっと物足りない感じはしないんですけど、逆に静かすぎちゃってね。なるほど。すごいスピードが出てる。普通音かなんかでこう速いとかするんだけど、静かで速いからちょっとこう違和感があるんだよね。速度感が薄い感じでしょうかね。普通何か滑れてるっていうのがあるんで、でもすごいですね。どうでしょう。じゃあロングドライブに向いてるかなというところでしょう。東京軽井沢にはぴったりじゃないですか。ああ、なるほど。ビジネスエクスプレスとしても行けますね。楽ですね、やっぱりね。そうですか。乗り心地もいいし、すごく。あとアウトバーンでもね、快適でしょうね、これね。何百キロ走っても全然。助手席も楽ですね。あ、M は結構こう来るんで運転が甘かった。あ、そうです。横 G はちょっと運転のせいでこうちょっと頭こうされましたけど、あのいいですね。快適です。快適です。重さあんまり感じないですよね。2トン以上あるんですよ、これ。そうですね。すごい軽やかにエンジンもあるから、ね、そうですね。こうなるとすごい気持ちよくある。Thank you.
つも乗ってる750Li なんですけども、やっぱりこっちの方が質がいいですね。で一応5人乗りに対してこっちは4人乗りだから、こんなスペースはないですよね。非常に、でまあ非常にコンフォータブルな。もう最上の最高ですね。最上っていうか、足元もこれロングホイールベースなんですごく余裕ありますし、あと安心感ですね。こういうがやっぱり空気感がやっぱりすごいなと思いますよ。航跡でもですね、なんか船乗ってるような感じですかね。車輪動いてるんですけど、なんか遠い世界のような感じで、ちょっともう体にすごく優しくて、まあ、来ないって言ったらいいぐらいいいですね。このまま寝ていたいです、ずっと。一番に気になったところでしょうか。気になったっていうよりは、普通だとエンジン高まって、で音が高まエンジン、それから周りの音が高まってこう加速していく、それから G が来るんですけど、静かなまま G がクッと来るんで、ちょっとその違和感っていうんですかね、いけないわけじゃないんですよ。まあ未体験のそういうゾーンっていうんですかね。それでかつ四輪駆動なんで、タイヤスリップするわけじゃなく、まっすぐ進むし、でまたドライバーの後ろに乗ったんですけど、横に乗ったんで、ドライバーの方容赦なく踏みますし。石破さん、容赦なく加速されるということですね。むしろね、直線だけそれがあって、まあ自分乗ってるとね、自分で踏むからエンジンの高まりとかあるんですけど、助手席に乗ってるとそういうのがあんまりなくて、快適な状態でいきなりなんかガッと抑えられるんで、割とじゃあ荒々しい印象もちょっと荒々しいんじゃないんですよね。なんかそれとまた違って、なんかキャビンの中静かな、そうなんですよね。 G だけ襲ってくるんで、本当に異次元な体験、異次元の体験です ね、 ね、やっぱり M と違ってね、 M はやっぱりこう行くぞっていう感じでね、グーッとやっぱりエンジンの音もね、それなりにこういい音が出るんですけど、悪い音ではないんだけど、やっぱりすごいジェントルですよね。ジェントル、そういう意味ではね、やっぱ大人の車かなっていう感じじゃないですか。やっぱり N だとお乗りになる時もある程度覚悟を持ってあるみたいなところってあるんですか。まあ、たまたま M5 乗ってますけれど、はい、エンジンかけた瞬間からわーとかってもう行くぞっていうモードになりますんで、こっちも近所迷惑ですね。ねで、で数メートルやると荒々しい乗り心地でゴツゴツってくれますしね、はい、やっぱり B5 はそうじゃなくて、そういうのがまた全くある意味普通ですよね。同じオートマチックなのになんか滑らかですね、そう、まあ、M の方がむしろもともとのマニュアル車にどういうのをこだわってるか分かんないですけど、どっちかというとガツガツというようなイメージがある。加速自体、変速自体がもうシームレスで、すごいという印象ですね。やっぱり僕は、まあ、個人的にはやっぱりこれは東京軽井沢の移動手段やっぱり高速はすごい気持ちいいですね。B5 も B7 もね、グランドツーリングといったところでしょうか。そうですね、やっぱり公道を走るには最高の車かな。やっぱり足回りがやっぱりしないわけですよね。でワインディング走っててもコンフォートからスポーツに変えた瞬間ね、こうビチッとこう血を吐くように這うようにね、こう四輪がこうグリップ してるなっていう感じが、やっぱり謙虚にこの違いは出てきますね。コンフォートとスポーツで。ただそこどうでしょう、 M と比べるとその違いっていうのは。 M はもう初めからもう行くぞっていう感じで、でもアルピナはスポーツモードにしたとしてもまだジェントルさがあるけど、その足回りは踏ん張ってるよっていうのは印象はすごい高いですよね。まあ、今回ね長く乗せていただいたんで、今の話でスポーツにしてもジェントルっていうかね、優しいんですよ。で M の場合はコンフォートにしても結構厳しく来るので、やっぱり長距離乗るんだったら、それから音の問題も含めて
アルピナの方がずっと疲れも少ないし、それから隣に乗ってる人にも優しくて、 M だとちょっとボンボンってくるんでまあでもどっちか1台って言ったらやっぱり5の場合だったらやっぱり、アルピナの方がやっぱ、ね、そういう意味ではオールマイティさとかね、いろいろな場面考えると M の場合は自分一人楽しんでるだけなんでまあ贅沢っては贅沢かもしれないけど、1台って言われるとアルピナの方が本当はいいんでしょうね。家族抜けもいいでしょうし今日は B7 で僕が運転手になって、丸山さんは後ろで高速道路を入るまでに寝てしまいましたからね秒殺ですね。秒殺自動睡眠モード入りまして快適さですか、やっぱり鉱石の居住空間、先ほどコメント頂戴した時もかなり気に入ってらっしゃったとお見受けしましたけれども、やっぱりあの空間自体快適でしたか。まあ、一番鉱石専門のまずスペシャリストからやっぱり4人掛けとね5人掛けでやっぱり経済的なことを考えればやっぱり会社としてはね5人乗りにしないといけないけど、でもやっぱり4人乗りは贅沢ですよね。贅沢を極まりないというか、でやっぱりシートの革の素材もやっぱりスタンダードの750とは全然違うし、やっぱりそこ座っただけでももう雰囲気は違いますよね。あとは何でしょう、特徴的なのはウッドパネルの美しさというところもやっぱり目に優しいところはいいでしょうかね。もともと素材がねすごいいい車ですからね、うん、それ、それ以上にするにはやっぱり相当やっぱりアルピナさんも努力されてるんでしょうね。あれはね多分一つ一つがみんなこうレベルが高いんで全体の印象としてよくなんでしょうね。一つだけ多分やっても多分ダメで、全体的なバランスで引き上げということでしょうかね。多分仕上げなんかもただいい使ったんじゃなく仕上げも多分丁寧だと思うんですよね、うん、目に見えないところですけれど、革もすごい優しいですね、なんかね、うん、肌触り感覚いいですね。あとはそうですね、ステアリングももうあれはワンオフで作っておるというふうに伺っておるんですけれども、アルピナのステアリングと M のステアリングってやっぱり握り心地みたいなものM は太いですよね、硬くて、どっちかというと、明確にグリップの違いが出てる。ただスポーツ走行したときにパドルシフトが、ね、ボタン、アルピナスはちょっと違いますよね、パドルシフトがやっぱり押しやすいっていうか、そうでもしちゃいけないのかなって、そういう運転は逆にそう、なんか怒られてるような、そんな必要なんていうので、お前は乗る資格ないと、アルピナは乗って、お前は資格ないって、なんか言われてるような気がします。ご試乗中は結構軽快に走っていらっしゃったのは拝見しておりますが、B7 は本当に素晴らしいですね。本当に5の、まあ、上っていうか、その全部が上って感じですね、まあ、大きな車を軽快にあれだけ楽しむか走れるなんてちょっと考えてもいなかったんですけどね、まあ、後ろの人はちょっと知りませんけど反対ドライバー塚に本当になるし、ロングホイールベースなのに、いや全然後ろなんか全然関係ないって感じですね。もう本当に人も関係ないけど、車の大きさも楽しくこう、コーナリングに、ね、できる感じで、かつ安心感ですね。やっぱり剛性が高いせいか、結構アンギレーションあってもしっかりトレースしていけるんで安心していけますね。確かにね、あれ後ろに乗ってるとね、ホイールベースが長いから運転してる人が判断するのに声を大きくしないとね、なかなか話できないけど、でやっぱり後ろに乗ってると、まあ、用も若干違うんでしょうね。だからやっぱり結構こうコーナリングなんかは後ろでもちょっとなんか踏ん張らなきゃいけないような感じ、うん、でも前に座ると全然その辺が気にならなくてね、うん、これってこんな長い車だったのっていうような感じでね、なんかすごいアウトバーンみたいに運転しましたからね今日は。よくわからないですけど追い越しの時にちょっとだけ加速されたっていうところですかね。いやもう少し高速車線とかね、でも本当になんていうんですかね、本当にいい貴重な体験ですし、いや本当に B7 は本当に上のただ大きいだけじゃなくて、豪華だけじゃなくて性能的にもですね、その乗り味含めてやっぱり高いレベルだなっていうのは思いますね。この間たまたま BM の M760 ですか、はい、ちょっと乗ったんですけど、あれとはやっぱり全然向こうは12気筒ですけれど、やっぱりアルピナの方がいいですね、そういう意味ドライバー使っている点で。褒めちゃいましたね。じゃあいけないか、比べちゃいけなかったか
貴重な体験ありがとうございました。